ーモン・マニュー・サイケネ、総額300億円の大型補強キター。A 氏さんによると、オランダ人のエリック・テンハグ監督が残留したマニューはボローニャのジョシュア・ザークティを獲得で合意、バイエルンのマタイス・デリフトが加入濃厚、さらに PSG のシャビ・シモンズの獲得に乗り出しているという。このオランダトリオの移籍金の合計は1億7200万ユーロ約295億8000万円になる見込みのようだ。昔のバルサのオランダ化を見ているかのよう。シモンズは今回の活躍でもっと値段上がるんじゃないだろうか？ザークティ、シモンズ、デリフト、ブランスウェイト。これはもう優勝やろ。てかなんで PSG はなぜシャビ・シモンズを使わないの？多分シモンズが PSG でプレイしたくないんだろ。さっきもライプチヒへのレンタル移籍を希望してたし、あまり PSG にいたくないんじゃないかな。全員プレミア未経験でリスキーすぎない？シャビ・シモンズは悪い意味で今のユナイテッドが獲得しそうというか、すでにいそうなぐらいしっくりくるな。サンチョとか、マルシャルとか、デパイとかと同じ匂いがする。オランダ人監督は同郷の選手欲しがるよね。やっぱり監督も同郷の選手の方が言葉とか生活習慣とか慣れ親しんでるからサッカーもやりやすいんかな。ブルーの好きとしては隣にシモンズが立つとか夢がありすぎるんですけど。ハマればめっちゃ強そうだけど、プレミアに適応できるかが鍵だな。